開幕戦ではなくなりましたが、それでもなお一大イベントですよね。オーストラリアグランプリが開催されるアルバートパークへようこそ。ビクトリア州に位置するアルバートパークサーキットは1周およそ 5.28km、 14のコーナーを持ち、平均速度は 180km を上回ります。コースが狭くクラッシュが発生しやすいため、セーフティーカーが入らない年はないほどです。素晴らしい予選セッションの結果、今日のレースのスターティンググリッドは次のようになりました。昨日快走を見せたランド・ノリスがポールポジションからスタートです。してやったりのサインツが2番手スタート。残りのグリッドも見ていくことにしましょう。ハミルトン、ベバー、フェルナンド・アロンソ、ラッセル、ルクレール、オスカー・ピアストリ、ロサ、フェルスタッペン、ガスリー、ストロール、オコン、ペレス、マグヌッセン、アルボン、スノダ、ボッタス、ジョー、テオプルシェール、デフリース、そしてローガン・サージェント。さあいよいよレースです。準備を行っているトラックに移りましょう。解説はアンソニー・デイビッドソン。プロのレーサーの立場からレース前のプレッシャーについてお聞かせください。今グリッドに並ぶドライバーたちの頭の中ではどんな思いが渦巻いているのでしょうか。1コーナーへの進入を思い描いてアドレナリンが噴き出していると思いますよ。戦いに臨むようなものですから、気持ちが高ぶっているかもしれませんが、むしろそれでいいんです。スタートの瞬間と周囲のマシンに神経を集中させ、レース開始に向けて気分を盛り上げていくわけです。フォーメーションラップが行われていて、レースが始まろうとしています。今日の乾燥したコンディションがタイヤの消耗に与える影響も気になるところです。ドライバーたちがレースエンジニアとレース前の最後の話し合いに入って、今日の戦略の再確認を行っています。誰もが力強いスタートダッシュを決めて、願わくばポイント獲得といきたいはずです。少しダメージを受けた。注意してくれ。よかった。前に出よう。
少しダメージがあるようだが、それほど深刻じゃない。いくらかエネルギーを消費しよう。オーバーテイクを使え。このラップでは DRS が使用可能だ。前のマシンとの差が1秒以内なら DRS ゾーンで使用できる。市街地で白熱したバトルを見せてくれました。見事な勝利です。アンソニー、何が今回の勝利を導いたと思いますか？鍵は安定感じゃないかと思いますね。最初から最後まで速いラップを刻み続けていましたよね。ああいう走りができれば自分のミスを抑えつつライバルのミスにつけ込めるので、大きなアドバンテージを築けるのも当然ですよ。今日のグランプリで表彰台を獲得したドライバーたちにトロフィーが授与されます。そしてパドックは大勢の人々の喜びにあふれています。その頂点に立ったのはアストン・マーチンです。ではここでドライバーズランキングを見てみましょう。今日フェルナンド・アロンソがチャンピオンシップのトップに立ちました。アンソニー、ドライバー・オブ・ザ・デーを挙げるとすれば誰でしょうか？フェルナンド・アロンソですね。どんなコースだろうと、どのチームに所属していようと、その素晴らしい走りは変わらないでしょう。今日と同じようなパフォーマンスを今後も見せ続けてくれるはずです。ではコンストラクターズタイトルに移りましょう。オーナー、ドライバーのチームがテーブルの一番上に移動します。また今日はマクラーレンも力強いパフォーマンスを見せ順位を上げています。今日のようなレースが展開されるなら、今後誰がトップに躍り出ても不思議ではありません。次回のフォーミュラー1のレースもぜひお見逃しなく。